さて、ちょっと日付をですね、翌日にしてみたところ、何かしらイベントがあるそうで、なんだ？はぁ、あ。はいはいはい。あぁ！すっかり忘れた、そんなことあったっけ？うん。今日？じゃないでしょ。今日じゃないでしょ。今日はまだ19日、20だもんね。よ、びっくりした。イベントのお知らせがあるっていうだけですね。本当はね、4月、6月、7、8、9、10と順々に進めていきたいんで、ちょっとサンクスギビングは、後回しか別撮りになるんですけど、あ、そういえば鳥を注文してたな、無駄に。ケンタどうした？筋肉痛がひどくってさ、筋肉が育ってるってことだよなと。なるほど。鳥はどこに置こうかな。よいしょ。ダメっすか。鳥ねー。よいしょ。鳥どこに置こうかなー。マジで置き場ねーなー。置き場ないものをどんどん買ってるんだけど。まあ、本当にこれとか、まさにそれだよね。作戦会議テーブルとかさ。部屋もう一個欲しくなるよなー。そうなるとなー。よいしょ。よいしょ。鳥ねー。この木、ちょっとだけ伐採して、そこに鳥置く？よいしょ。異次元につながるゲートみたいな感じで、鳥置いちゃいます？よいしょ。お仕事をしようと思ったんですけども。よいしょ。さあ、置けるかな？お！謎に置けましたね。あと壁もなんか変えたくなるよな。この穴は、この穴は何みたいな。ここにさ、なんか前でだれなんかさ、階段のやつがなかったっけ？あー、ダウンロードしてなかったか。階段の前でだれダウンロードしてなかったわ。いっか。これにしよっか。よし。ちょっと、木材は、まあ、拾っておくか。というわけで、また新しい一日が始まったわけなんですけども、今日も今日とてね、お仕事に、行きたいと思いますが、その前に、埴輪を埋めたんで、で、なんかね、埴輪は、なんか、植えておくとさ、根付くらしくって、信じてなかったんだけど、なんか広めの場所に植えたら、サブ島では、確かに、埴輪のかけらがですね、別の場所にもできてたんだよね。なんで、今回からは、ここに埴輪を、埋めることにします。そしたら、他の、ここら辺にまた埴輪がね、なる可能性もあるんで。まあ、とりあえず、今回のやつは、まあ、ここら辺に置いておくか。適当に。おぉ。みたいな感じの、なんか、パッパッパッみたいな感じの音がする。かすかに。あ、そうだ。タヌショウ。あんなところにもできてる。よいしょ。タヌショウの、品揃えもちょっと見ていかないとね。よいしょ。あとこれもか。あー、今日叩き上げライブか。うん、ラジカセはいいや。サンクスギビングでは11月25日と、ちょっとこの日は飛ばす。すまん。すまんが、この日は飛ばす。あー、すごい読み込みが。ちょっと、ガチャガチャって感じだった。で、今日ね、今日誰を呼ぼうかな。レイコを順当であれば呼びたかったんだけど、今座ってるんだよね、レイコがね。なので、呼べない。物を渡せないんだよね、座ってると。あー！知らんもんや。欲しい。買う買う。やったぜ。わー、なにこれ。美味しそうなご飯。高級定食だって。いらんけど、あげたわ。あ、いらんけど買ったわ。
あげてないわ。誰にあげようかなって考えたら、あげたことになっちゃう。頭の中で。うん、とりあえずこれは大丈夫。どうしようかな、今日誰呼ぼっかな。ケンタ、ケンタあたりかな。おもちゃ、あ、ナタリー呼ぼう、ナタリー。鹿つながりで、ナタリーを呼ぶか。あと、パニーの島で、髪型新しいのを取得したいし。先にじゃあ、まあ、パニー島と、カッペイの、ツアー、ちょっとやってこようと思います。これは、キノコ部屋ですね。この季節には、いいと思うんですけど、ちょっとあんまりかな。ちょっとごめんね。戻してくれる？ありがとう。おかしいな。この長さから、三つ編みができる長さにどうやって戻したのか技術が謎すぎるんだ。まあ、これでね、ヘアスタイルが一つまた増えました。ピキポンパンポン。つるちゃんも拍手してくれてありがとうね。品揃えはね、変わらないと思うんだけど、ついつい見に行っちゃうんだよね。鳥。さて、今日はナタリーとの相性を占ってもらおうかな。どうしようかな。ケハモルタ、ケハモルア、モルラタ、シートミラ、キヘさて。やめろってだから。いつの時代のやつだよ、それ。おお。またなんかもらえるのか、私。やったー。まあ、当たるも発揮、当たるも発揮だからね。まあ、当たるかどうかは、まあ、わからんと。その人次第ですよ、と。はーい、ありがとうございました。何？ことぶきのおじいちゃんじゃないあれ。怖い。どんぐり？誰？顔怖いめっちゃ。ホラーゲームかと思ったこれ。ホラゲやってんのかと思った。いや、知らん。ありがとうございます。なんだこいつ。持ち物を家、送りたい。です。これも。ありがとうございます。なんもない。怖いよー。顔が怖いよー。つるちゃん、つるちゃん、イライクジやる。一回だけやる。一回だけやる、これ。怖ー。ああいうの苦手やー。あ、やった、ラブアイスだ、やった。これ初めて見るアイスだ、嬉しい。ありがとう、つるちゃん。うん。もういいっす。アイス見よう。あ、そう、あとマイルでスダレの柵っていうのを覚えます。ちょっと、動揺してる。めちゃくちゃ動揺してる。おー。オレンジとミンタイスの相性はどうないなもんですかね。私はあまりミンタイス好きじゃないんで食べたことないんだけど。どうなんだろうね。こけんのかな、これ。こけないね。よし。ちょっと怖い思いもしたんですけど、今から、マラウイ上等で料理か、出会いしてる人を探して、あとナタリーに、お土産チョコレートをあげに行こうと思います。今日はナタリーも呼びます。本当はレイコ呼びたかったんだけど、レイコがなんか、もう、座ったまま椅子から動けなくなっているので、しょうがない。あ、誰かからなんかもらえないかな？うろちろしてたら。うろちょろしてまーす。
アリゲッティ？アリゲッティ？うるずよしるよ、私。どう？なんかもらえないかな？ポンチー。ハニワ健康法！何それ？知らない。なんだ、ハニワ健康法って。ハニワリズムに合わせてなんかやるのかな？わ、ジペッティがなんでこんなとこにいるの？どうしたの？ごめん、言うの忘れてたんだけど、ジペッティがなんか口癖変えたいって言うから、変えたんだよね、これ。はい、ジョージーはい、ジョージーって言ってくんないから、翻訳版で翻訳版にしたの。ヤーにも風船いるっつってってやったの。忘れてました。ほんとかよ。そういえば、くんってね、言うのをね、忘れてたんだよね。っていう会話があったこと自体もね、すっかり忘れていたんだよね、これ。にもくん2回言ってんじゃん。これもう挨拶長いんだわ。うるさいわ。けど誰かからなんかもらえるような気がしたんだけどな、誰もくれないな。積まれたボトルクレート、知らねえやつだ。新レシピやぜ。くれ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 。ね、これテーブルに置こうよ、これ。やべ、火つけた、危ね危ね。直火はダメだろ、皿。皿直火はダメだろ。びっくりした。移動してあげたいな、あれ。ああ、こういうやつか。なるほどね。まず、ボトルクレートがないとダメじゃねえか。ふざけんな。なんで前提レシピ必要なんだよ、もう。あ、コーヒー飲んでこいと。雑草はいいや。まあ、コーヒーは別にいつでも飲めるんでね。終わった。もろもろが終わった後にでも、ゆっくり飲みますよ。ん？あと、下になんか。船音を聞き、出発、よーそろ。を10回やったと。ああ、なるほどね。一家のムードメーカー。はい。というわけで、じゃあ、ナタリーのところ行きますか。これ、ナタリー風邪ひいてたら、ちょっと休ませてあげようかな。そしたら、ケンタ呼ぼうかな。ね。いいねー。どこ行った？ナタリー！ナタリー！この狭い島内でどこに行く、行っているの？やばい、なんかさっき、あれだ、ショップの中にいたな。ショップの中に行こう。確かさっき中にいた気がする。化石売りに行ったとき。化石も今日全滅でした。ふざけんな、ほんとに。いねえ！違う、ジュンがいるわ。もうジュンで行くか、今日。ジュンでいいや。そんな久しぶりだったかな？結構話しかけてたと思うけどね。お土産です。リアリアな、ガチ。あー、これ、お土産、なんか渡すものがこれしかないとお土産ですになるんだね。ほのかな甘い香り、お土産食べるじゃないか。サンキューニモくん。これでニモくんが気合いてる別荘地で買ってきてくれたんだろ。穴がち。君が働いてしまってどのところなのかな。僕も一度見てみたいな。一緒に行ってみる。いいのかい。お前がけずニモくんと旅の思い出が逃げて嬉しいよ。じゃあすぐ行ってみようか。穴がち。シュン。じゃあ、レッツゴー。ごめんな、私、歩幅が広いから。すいませんね。すいませんね、駆け足で。申し訳ない。じゃんじゃじゃーん！というわけで、今日のお仕事はまず、純くんの別荘を手掛けることです。